のおかげでお前も憂鬱な気分が晴れただろう。気は晴れたが面倒も多かったな。あれもうそのことは謝ったっけ。コルフ島まで来て伝説の物語に巻き込まれるとは思いもしなかった。人生には驚きが必要らしいぞ。おお、じゃあ乾杯といくか。お前にもな、イカロス。そう、我々の人生は一度きりだ。その中でやれるだけのことをやる。一度きり？勝手に決めるな。そうだな、カサンドラのような英雄は物語や伝説の中で生き続ける。いつまでもな。なあ、二人とも聞いてくれ。私はもうすぐ旅立つ。思い描いたこともないような海の彼方へ戻ってこられるかどうかもわからない。旅立つ？またか。どこへ？なぜだ？世界中どこでも求められる場所へ行く。己が使命からは逃れられない。あるものから、いや何かから、まだ旅は終わってないと告げられたんだ。引き止めることはできないようだな。だが君のことは私が書き残す、必ずな。光栄だ。ヘロドトス、あんたの思考を一つもらえると嬉しい。遠い異国の人々もきっと喜んで読むはずだ。気遣いは無用だ。今はこの地だけでいい。だがどうしてもというのなら、語り部はいつでも用意ができている。これを皆に見せなくてもいい。これは君のものだ。私からも贈り物が。まさか槍を私に。初めて会った時のことを覚えてるか。これはもう私には必要ない。あんたのものだ。気をつけろ、今も鋭いぞ。生涯大切にしよう。贈り物なら俺も大歓迎だが、まあ友情だけで十分ってことにしよう。欲しいのは友情だけか。旅の友をする副官がいるんだがな。俺が世界を旅するのか。一緒に。船長が私でいいなら。この年じゃいつまで頬を操れるか怪しいところだが、命の限りについて行かせてもらう。アドレスティア号はあんたのものだ。カサンドラ、手始めにどこへ。わからない。だが新しい武器がいるのは確かだ。そうだな、エジプトはずっと行ってみたかった。ああ、私も好きな場所だ。旅行記を一つ聞かせてあげよう。Pamela noir à nous, mais t'es fnou, je n'en m'attends.
Battles fought under a raging sky. Through what
これで大勢の目に触れる。Ανέμον διώκης ο άνθρωπος.